皆さんこんにちは、今回みんなで行こうぜ第6弾ということで、富士山ご来光ツアーを企画し、全国から参加者が応募していただきまして、一緒に登ってまいりました。富士山は毎年私登るんですけれども、毎回毎回、その風景、表情が違っていろんなことを感じさせて、いただいています。まあ、そういうことを皆さんと共に共感しようと、まあ、いうことで午後6時、富士吉田口5合目を出発、6合目、7合目、8合目と大変厳しい上り坂でしたけれども、まあ、大体夜中の12時半ごろ着きました。まあ、そこで1時間ほど時間調整をしまして、まあ、深夜の1時半に8合目を出発、大体4時過ぎに山頂に着くことができました。ご来光は4時半ぐらいから明るくなってきて、5時ぐらいに大きな大きな朝日が昇ってまいりました。雲海たなびく中、真っ赤な真っ赤な朝日が出たんですけれども、もう言葉に表現することができないほどのですね、感動を覚えたわけでございます。まあ、頂上はたくさんの人でごった返してましたけれども、なんといっても富士山は日本で一番高い山でありまして、登った時の感動も一番であります。やはりこういう感動を得るということは新しい生きる力になります。これからもこのような企画を立てていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんいろんなことにチャレンジをして、これからも大いに行動してまいろうではありませんでしょうか。以上、今回の富士山ツアーの報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。